ごきげんよう先生。修行部のミモリです。これから末永くよろしくお願いいたしますね。自警団任務の延長ですね。白衣の天使が、あなた。私を呼んだのは先生か。シェリの会長からの指示書は持っているな。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたが、いつでもおっしゃってください。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ご主人様と一緒に。小さいからって舐めない。本の中の物語の。あ、結局見つかっちまったか。こうなった以上手伝うしかねえな。条件がクリアされました。説明や解説が必要。試練が怖いとき、ミレニアムサイエンスス…なんなのだ、せっかくの休日だったのに。まあ先生の呼び出しなら仕方ないのだ。あえて嬉しい先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。子供扱いしないでください。これでも心は変わらず、みんなのお姉さんですから。小さいからって舐めないで。自警団任務の延長ですね。自警団任務の延長ですね。ゲヘラ学園九。本の中の物語。ゲヘラ学園所属、空気委員長の空咲ひな。その先生が選んでくれたドレスを着て見たんだけど、似合っているかな。説明や解説が必要なら私に任せてください。キラー。
にしてしまうかも。相手が先生なら私なんかでも役に立つと教えてくれたのは先生だよ。そんな先生がいたからこそ私なんかでも役に立つと教えてくれたのは先生だよ。そんな先生、こんな私が本当にここにいてもいいのかな。先生、手を握っててくれる？そしたら先生、手を握っててくれる？そしたら緊張が少しは落ち着くと思う。